地図 ID を確認します。 ID 認証クリア。武器所持を確認。施設内では武器を強制ロックします。異常なし。ようこそサムポーターブリッジ。ファンネルがお送りするデスストランディング、続きをやっていきます。では今回はハートマンのところに行くっていう確か話なので行ってみたいと思います。ここですね。そんなに遠くねえんだよな。遠くねえと言ってもどっから遠くねえんだこれは。いや近場まで行っとけばよかったかな。とりあえずなんかジップラインで行けるとこまで行ってだな。うん、確かジップラインで行けたので。あれ、なんか荷物持ってけとか言われてたっけ。あ、あるね。あ、遺体か。ということは荷物が制限されるな。とりあえず受注で、じゃあ何持ちますかっていう話なんですが、まあでもグレネードとかポーチに入ってくから大丈夫だろう。これで車は使わずに。そうなんだよね、遺体がこんなドンってあるんで。装備は OK、 グレネードも 1,2,3,4,5,OK。 じゃあ荷物は全部プライベートルームに、プライベートルーム？プライベートボックスに入れていきましょう。待って、これ何？これプライベート靴だよね。三角ボタンだっけかな。違うな、四角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 。ロープ用パイルだけちょっとあれだな。でもツールハンガーかどっかにかけときてえな。普通のパイルでいいよな。これだな、これをツールハンガーオッケーか。なんで、ママの遺体を背負うと。これを背負う。オッケー。なんだ、ああ、ロックネンが来たのね。頼んだわ、サム。大事に運んでね。心配しないで。ネクローシスしない特別な遺体よ。私たちのこの母が明日への希望になるかもしれないから。結構重いんだろうな。まあでも重さは変わんねえか。さあ背負いました。行きましょう。多分ずれるんだよねこれ。行ってきます。ではハートマンのところに向かいます。途中何もなければいいんですがね。危ない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 。踏ん張ってとりあえずマーカーだけつけておきますね。ハートマン研究所で、ここのジップラインを使いたいから、多分このジップラインでこっち行ってこうで行けるかな。まあやってみなければわからん。行けるとは思うんだけどね。さあ行きましょう。もういよいよラストに近づいてるっぽいんで。あ、ちょっと転ぶ転ぶ。ハートマンのところ行ってこの遺体を調べればいろいろ何か解明できるし、ハートマンのところにつなぐと多分いろんな文献がまた出てくるんじゃないかなと。はい、ラッコ帽子です。じゃあ危ない危ない危ない。じゃあ登ってきます。よいしょよいしょよいしょ。登ってジップラインで、そっちじゃねえんだな。こっちにまず飛ぶか。で、思うところにあとは飛べればいいんだけど、
ちょっと危ないよ。よいしょ。で、こっちだな、多分。へい。この先は行けないか、もしかすると。とりあえずこれはオンラインジップラインなんで、多分ね、私じゃねえよな、立てたの。でもって、ここまで来た。ああ、もう近いね。じゃあ行こう。降りて、よいしょ。いいね、押しとくか。ありがとねー。ありがとう。助かった。よし、これぐらいでいいだろう。ありがとう。じゃあ行ってきます。確かこっちから行けたはずなので、実はちょっと下見してたので、施設までは行ってないんだけど、ここまでは来てたので、でこれはここ降りれば行けるよね。また歌が流れております。結構急勾配な気はするが、転ばないでね、サム。さあ、じゃあダッシュしますよ。結構雪が深いからダッシュもできないな。はい、到着です。しかし立派な建物だよね。さあ登りますよ。おっと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 、しかしなんでこんな寒いとこに建てるかな、建物。まあ、寒いとこっていうか山にね、まあ、なんかいろいろ都合が良かったんでしょう、ここが。あーすごい、なんだろうこれ、あの手跡アートみたいになってますね。中に入れんのかなこれ。あっと、これ自動ドア、そうだね。燃えてる燃えてる。端末起動。じゃあ納品していきます。よし、オッケー。納品。お疲れ様でした。結果を表示します。結果を表示します。星2つ、ハートマン出てくるかな。申請が出ています。キューピッドを接続してください。ハートマンが出てこないね。とりあえず接続しますよ。はい、これでつながりましたと。ところどころ黒いのが気になるが、まあいいだろう。お、ヒートユニット、これで寒くなくなる。遺体を持ったまま通路の奥へ進んでください。お、いいね、建物見れるね。じゃあちょっと危ない危ない危ない。なんか頭の化石、化石というか頭蓋骨が入りますよ。蘇生まであと1分20秒。何蘇生までって。お、じゃあこの表示何、左下の。ちょっと怖いね。ムービーとなんか関係あんのかな。え、急にもしかして背中の動き出す？あ、そういうことか。コールドスリープかなんかやってるってこと？ちょっとまだ分かりませんね、この不思議な感じ。
いやー、これは膨大な量の。これ奥さんと子供だね、多分。さあ、あと10秒です。10秒ですね。ハードマン、お、AED。 サムビビんなよ。あ、これ仮死状態になってたな、わざと。エピソード8、ハートマン。なかなかなマッドサイエンティストぶりだね、これは。おお、これは間が悪くて失礼した。待っていたよ、サム。すまない、驚かせてしまったようだな。こういう体質なんだ。いや、どういう体質？あ、それはそこに置いてくれ。ありがとう。あ、急に仮死状態になっちゃうってこと？また会えなかった。そのデバイスいいな。心臓が止まっていたようだが。21分ごとに心停止、3分間でビーチに行き、また蘇生する。1日に60回死んで60回生き返る。おお。1日に60回死んだ家族を探してビーチを放浪する。それが私の1日、今の私の生き方だ。君の結び目からの帰還回数も記録的だが、私はビーチ訪問の記録保持者だ。218,549回。何？なんか見せたいものある？あのクレーターは私の心臓。分身で妻と子供だ。そう、私の心臓と同じ形だ。ハート型心筋症と言われたよ。医者にとても珍しいケースだと。レントゲン写真もある。私の心臓を見たいだろう。あんなハート型になってんの？いや、見るべきだ。先天的なものじゃない。妻と娘、家族を失い途方に暮れていた私はある考えにとらわれた。ビーチの存在は確かだった。家族はそこにいる。だから心臓を3分だけ止めてビーチで彼女たちを探したんだ。来る日も来る日も来る日も。別れを告げるために？いや、そうじゃない。ビーチは個人によって異なると言われている。つまりあの世も個人によって異なるかもしれない。私はそれが怖い。あの世で一人はごめんだ。ビーチで家族を探し、彼らと共に一緒のあの世に行きたかったのだ。死ぬつもりで？いいね。死んで再び家族が一緒になれるなら本望だ。そうやって心停止を繰り返している間に私の心臓はこんな風になってしまった。あ、まあね、繰り返してたから。こう呼ばれるようになった。ビーチ研究家のハートマン。よろしく、ハートマンだ。お、うん、ネクローシスしない死体か。腐敗もネクローシスもせず生きているように動いていた。完璧なミイラ、絶対死体とでも呼ぶべきか。あ、どうした？他にも持ってきたものがあるだろう。あ、あった、これだ。何それ？またデッドマン。これはへその緒、最大だな。太さと形状から見ると人のものか。だが通常の胎盤と胎児をつなぐものではないようだ。 BT の最大に似ているかも。そう、ママのものか。そうか。なんだこのちょっと悪そうにも見えない顔。しない死体と、これはビーチとつながる最大だ。
君は素晴らしいものを届けてくれたな。久しぶりに私のハートに火をつけてくれた。おっと、ああ全く世話しなくてすまない。かけてくれ。ビーチにいるはずの妻と子を探しにビーチに行ってくる。一人に一つのビーチ、個人に属している。だが私は違う。他人のビーチにもつながっている。バイパス手術をした心臓のようなものだ。この変形した心臓がそれを可能にしてくれているのかもしれん。だからいつかは家族がいるビーチを見つけられるはず。しかしこれだけ探索してもまだわからないことばかりだ。まだまだ。新天地まであと3分です。あの戦場、君が巻き込まれたとされる永遠の戦場。100年以上も前の世界大戦の兵士がビーチで循環しているのはなぜか。普通は死者の魂はビーチにはとどまらない。ビーチは死の世界への通路、通過点でしかないからな。しかしこの世への強烈な未練や、この世とつながりたいという強い思い、こういった感情が、あんな集団で共有されているビーチを作ることがある。同時に大量に死んだ人たちのビーチ。クリフォード・アンガー、彼の無念や憎悪が何らかのきっかけでそのビビーを触媒としてこの世に永遠の戦場を呼び込んだ。あと2分です。まもなく新天地が来ます。安全が確保できる位置についてください。あくまでも仮説の一つだよ。それでヒッグスが彼らを操っているのか。安定した体勢を取ってください。わからない。ただヒッグスが彼らを呼び寄せた可能性は高い。またちょっと3分間ダメなんだね。どこかに捕まってください。ああ、ところでお願いしたいことがあるんだが。ラボのセキュリティをロックします。おっと、ロックされる。3分だけ席を外す。くつろいでいてくれ。ビーチは0時間だが結び目は違う。行って帰るのにこちらの時間で3分かかるんだ。続きは帰ってきてからだ。苦しくないのかな、これ。止まった瞬間こんなになる？心臓だよね、止まるのは。あくまでちょっと分かんないけど、3分間こうしてるってことが。拡大。お、 DS 直後に発見されたカイラル結晶。戻る。あ、こうやって見れるんだな。ロック、これ難しいな。あれ、これズームできないの？できた。クリプトビオシス、これ何？よいしょ。あれ、これイカちゃんじゃない？これ推測された BT の出現プロセス。あー、クジラっぽいのから。これは BT のイラスト。あ、そっか、イラストに起こすとか言ってたっけ。これはBT の復元モデルね。はいはい。すげえ見るもいっぱいあんな。これでも見れないのか、この辺は。あとは音楽機器見れた。骨董品のレコードプレイヤー、これはあっという間の3分になるな。写真、ハートマンのマナ娘。家族写真は有地比の家族の肖像。ハートマン専用 AED、 かっこいいね。これママの遺体ね。ママかっこ遺体で、これはウォッカとかかな。これ何の死体だ、これ。
いやーなんか見たいのいっぱいあるけど、クジラ、クジラの骨格標本。いやこれは隠されたもの多そうだな。上のは何？あ、見れないかこれは。あとはこの辺は、DS 発生直後に撮影されたビーチの写真。ほう、シーンは不明。あとはねえかー。こっちはこれ難しいよ、このどこに何があるかみたいな。おお、ネンドロイドジャンボルーデンス。こんなもんだろう。でもまだありそうなもんだがな。あった。あー、幼い娘が書いてくれたパパ。さあそろそろ復活するかな。あとはないか。はい、7秒。ないね。1。いなかった。またダメだった。訪問218,550回目。あ、すまなかった、話の途中だったな。そうです、21分サイクルには慣れてはいるんだが、さすがに初対面だと予定が長くなって収まらないこともある。そのサイクルで不自由なことはあるけどない。私はもう慣れてしまったから大抵のことは困らない。排泄、シャワー、食事、生きていくのに必要な行為はほとんど21分もあれば済む。睡眠だけは少し厄介だが。ああ、セックスや喧嘩はどうかな。まあ私は一人だからそれらの心配をすることもない。喧嘩中に寝たらもうやられんだろう。サム、読書は？ああ、音楽は？映画は？私は退屈していない。ここには短編映画もテレビドラマも素晴らしい短編小説も、ああ音楽も21分で完結できるものを集めて。そんなのあるの？もちろん20ミニッツ。DS 以前のものだが。しかし私にとってここでの21分間は待ち時間でしかないんだ。まあ3分が本番ね。家族を探しに行けるまでの。体はここにあるが、魂はビーチにある。死んでいるのだよ。気持ちはわかる。俺も事故で家族を亡くした。驚いたな。君から自分のことを話すなんて。なんか毎回面白いなこの人。境遇は資料で読ませてもらったよ。君が家族を亡くしたように私も。あの時私は心臓手術を受けていた。近隣の都市の ICU だ。私の術後の経過を確認して、妻と娘は荷物を取りに一度家に戻ったところだった。そこで家族はボイドアウトに。病院がある町までには被害は及ばなかったが、衝撃波で停電が起きて人工心肺も停止した。何これ。火がつくと私はビーチにいた。うわあ、こいつはマジいよ。海に帰ってんじゃん。生物は海から発生したみたいになってるね。二つのボイドアウトで死んだ人たちだった。家族見つけないと、せめて。すいません。何があったんですか。話せるのかな。
なぜ？おお、な、どあ。お、ハートマークになってた。私はそこで妻と娘を見かけたんだ。急いで追っかけないと。待ってくれ、私だ。置いていかないでくれ。待て。ああ、蘇生させられてんだね、今。しないでくれ。行くな。頼む、行かないでくれ。ICU の予備電源が発動して、私は除細動器に呼び戻された。心停止していた時間、それが21分間だった。あれが家族を見た最後だ。この心臓のおかげで私は家族とはぐれた。そしてこの心臓のおかげでまた家族と再会できるかもしれない。それが私、ハートマンなんだよ。この涙は本物の涙かな？あれからビーチを共有できるようになった。私はビーチに行き、家族の足跡をたどる。疲れたら、ここに戻り、ビーチの検証を続ける。いくら心臓が止まろうが、この痛みは消えない。あ、君の家族の写真は？そうか。あと5分で心停止します。ビーチに行く前に要件を聞いておきたい。ああ、うん、そうしよう。このエリアではプレッパーズのシェルターに第一次遠征隊の研究員が駐在して、デスストランディング以前の痕跡を研究している。以前の痕跡？つまり古代の地層や長い地球の記憶がデスストランディングを免れて奇跡的に残っているというわけだ。科学スタッフたちは私と同じ第一次遠征隊のメンバーだ。彼らのシェルターにカイラル通信をつないでほしい。この一帯を DS 研究の拠点にしよう。そう発案したのはアメリだ。世界中どこを探してもこの一帯でしか恐竜が絶滅した白亜紀末の化石は発見されていないんだ。世界最後の恐竜が生息していたのはこの辺りだけだと考えられる。つまりここには絶滅期の記憶が眠っている。それがデスストランディング回避のヒントになるはずだ。先発隊のアメリはそう言って、後に続く私や科学スタッフをこの地に残してくれた。過去をつなげば今がわかる。未来を作ることもできる。彼女は私たちにそう言い残して西に向かった。あと3分です。あ、うるさいな。ミュートしておこう。それはまずいと思うよ。だがその後、エッジノットシティの手前にあったタールベルトの活動が激しくなった。地上に溢れ出した大量のタールに多くの仲間やカイラル通信の拠点が飲み込まれてしまったんだ。あれは全く予想できない事態だった。これもヒッグスの仕業？わからんが、西への中継ステーションがなくなった。このままではカイラル通信を西につなげることはできない。代わりの通信拠点を建設しなければならない。だが他のノットシティにあるような大規模な装置を用意することはできなかった。だからそこを代替の結び目に使う。サム、君は科学スタッフをキューピッドでつなぎ、アメリのところまで行ってくれ。そうすれば私は DS 解明の研究に専念できる。ああ、こうなってもいいように下がふかふかなんだね。まあ、言いたいことは分かったわ、なんとなくね。サム、ハートマンは大丈夫だ。エアマットフロアが衝撃を吸収する。ドアロックも解除しておこう。
なんか申し訳ねえ感じもするけどね。やばい。マイナス20いいね。今 DJ もどきのことをやったのかな。お、サム、聞いての通りだ。依頼を受注してほしい。ここで、ここでいいのかな。ちょっと見てみようね。このエリアの最終目的はパールに沈んだ中継ステーションの代替施設を設置することだ。まずは我々の科学スタッフが常駐するシェルターにカイラル通信をつなぐ。アメリの状況は今のところ何もわからない。ヒッグスの動きもだ。気がかりなのは君も我々も同じだ。だが今はこのエリアをつないでその先のエッジノットシティに向かうしかない。テート、ま、地質学者と古生物学者のところをつなぐ。はいはいはい。学者には古生物学者のところから君に運んでもらうものがあるようなんだ。そこで荷物を受け取ってからエボデボ学者のところへ行ってくれ。3箇所すべてつないだらここへ戻ってくるんだ。代替施設を設置するのに必要な荷物を渡す。はい、ということですね。待ってね。だから、地質学者行って、なんか古生物行って、エボデボ行って、で、そこまで終わったらハートマンのとこ戻ってくるの？ハートマンのとこか、下か。下に行って、で、荷物受け取って、代替施設を作るという感じかな。だからこれとこれか。時間あんのかな、これ。もしかして。これもらって、でこれもらって100キロだからいけるっちゃいけんのかな。次回だな。はい、というわけで、じゃあ今回以上にしたいと思います。次回この続きまたやっていきますのでよろしくお願いします。今回面白かったな、ハートマン。では、また次回よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。またね。誰かいるか。